日本の通常動力型潜水艦が世界屈指となる中、世界の原子力潜水艦の廃棄が30年も進まない状況が、この度世界に発信された。今回は、原子力潜水艦の原子炉廃棄を詳しく深掘りしていきます。オーストラリアも、世界に原子力潜水艦導入と堂々と発表しているが、廃棄まで考えていないのではないのかな。日本は、原子炉よりも、はるかにいい燃料電池を考えているとか、いないとか。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では、動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているが、世界の海軍に目を移せば、多数の国が保有と運用と、そして、一部で、退役後の保管も行われている。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に、現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めている。そもそも、原子力推進方式の航空母艦を、この2023年時点で保有、運用している国は、アメリカとフランスの2国のみで、前者が、ニミッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻、後者が、シャルレ・ド・ゴールと、合計でも12隻しかない。しかし、アメリカは、世界初の原子力推進型の航空母艦として、1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は3年後の2015年5月から着手した状態である。このエンタープライズの原子炉の処理は IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社はアメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計、建造、燃料交換が可能な唯一の造船企業である。エンタープライズは、アメリカ海軍のそして、世界で、初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は、未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっている。エンタープライズには、ウェスティングハウス社製の A2 ワット加圧水型原子炉が、合計で8機も搭載されており、その撤去には、一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも、多額の費用が必要となってくる。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを、実際に記念艦として復元し、保存することの意義については、意見が分かれている感もあり、実際に、最終的な措置がどのように推移するのかの決定には、未だ、しばらく時間を要すだろう。ちなみに、エンタープライズという艦名は、アメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・ R ・フォード級の3番艦として、2022年4月に寄港されたものに、すでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みである。そして、今後のアメリカ海軍では、1番艦である、ニミッツが、1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有、運用中のニミッツ級の退役も、50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りで、その対象が増加していく。ミニッツ級は、原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体は、わずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についても、その工数は下がっていると思われる。エンタープライズの場合、8機も原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なくも積もっても、およそ1000億円弱、多ければ、その倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は、優に、通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵する。
さて、続いての原子力潜水艦であるが、こちらは2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっている。こうした中で、西側諸国の中では、アメリカとフランスが、退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるが、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近である。それまで、イギリス海軍は、退役を迎えた原子力潜水艦を、特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも、多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があった。前述した、オーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアは、まず、アメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を、少なくとも5隻は調達するとめされている。その後、イギリスとの共同開発によって、軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるのだが、やはり、その退役後の処分には、イギリス流のやり方が有力視されている。すなわち、オーストラリアでは、今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に係留して保管し、しかるべき時期を経た後に、最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだ。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として、原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に、自国で、未知の領域である、原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているのだろう。さて、そんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月に、アメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、イギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表した。今回のこの両社の契約の目的は、アメリカとイギリスの両国において、今後も、退役後に、原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されている。前述したように、アメリカ海軍は、2025年以降に、ミニッツ級航空母艦を、巡送りで、10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越して、その能力を高め、かつ、同盟国や友好国にも、その技術を戦略的に供与する意図がある模様だ。こうして、アメリカとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも協調、協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろう。フランスとしては、急遽のオーカスの締結によって、本来、自国がオーストラリアと進めていたシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を放棄にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうか。さて、イギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられている。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は
1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアである。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして、一番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの係留、保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け、燃料と放射性物質の除去を実施する。SDA、サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については、従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている合材や部品は、9割以上を、再利用もしくはリサイクルが可能と述べている。イギリス海軍は、スウィフトシュア級より、以前の、バリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻もすべて係留、保管しており、今回のスウィフトシュアは、予定では、2026年代に解体を終えるとしている。艦いすもと、加賀の大規模改修工事が進む中、F-35B 戦闘機納入まであと少し、配備先は新田原基地となり、南西諸島強化が進む日本。今回は、護衛艦ヒューガや、伊勢に、なぜ注目が集まっているのかを詳しく深掘りしていきます。ドローン空母が自衛隊にも必須となりつつある現代。まさに、次期空母は、空を飛ぶ空母になるのではと考えるのは私だけですね。中国の国内景気は最悪で、世界の企業も撤退、中国は国内から崩壊していくし、日本の処理水問題は、ムカつく、海産物食べよ。海上自衛隊は、初の航空母艦の建造を計画し、2000年代に、ヘリ空母のヒューガ、型が登場した後、より大型の出雲、加賀というヘリ空母を進水させた。これらの艦船は海上自衛隊の顔となり、固定翼機を運用する能力を持つ空母として、自衛隊の歴史に名を刻んだ。空母の改造は、航空機との連携能力を向上させ、海自の対潜哨戒能力を大幅に強化した。出雲、加賀ヘリコプター搭載護衛艦は海上自衛隊最大の艦船であり、F-35 ライトニング IIB 型を運用ができる。出雲、加賀護衛艦の最大排水量は2万6000トン、11万2000馬力、速力は30ノットを超えるほか、SH-60 キロ回転翼機9機と MCH-101 回転翼機2機を搭載することも可能だ。帝国海軍の末裔である海上自衛隊は、早い段階から空母建造の構想を持っており、2000年代に、最初の全通甲板型護衛艦であり、事実上のヘリ空母であるヒューガ型が登場すると、より大型で、新鋭のヘリ空母出雲と加賀の2隻が建造された。そして、現在、出雲型は、イージス艦と並ぶ海上自衛隊の顔であり、海自最大の艦艇である。また、固定翼機を運用できる本格的な航空母艦に改装され、海自の歴史に、色濃い足跡を残している。そして、出雲・加賀護衛艦の特徴は、真珠湾奇襲攻撃やミッドウェー海戦に参加した旧日本海軍の正規空母、青い竜を上回る 250M の巨大な船体であることだ。艦隊の格納庫は最大14機収容可能で、整備機能も備えているため、海上浮遊型航空基地としても運用され、哨戒ヘリが常時飛行して、周辺の警戒態勢を作ることで、海上自衛隊の対潜哨戒能力の大幅な向上に貢献する。出雲は、同時に5機を駐機させることができ、
高い対空戦闘能力を持つわけだが、大きな船体による機動力の制約から直接戦闘を想定しておらず、護衛を想定していることもあって、その運用能力は最低限の自衛機能に止まっている。その代わり、通信設備や戦闘指揮システムの拡充によって、指揮機能が見事に強化され、艦隊機関としての役割を十分に果たすことができるようになった。その他の特徴として、大型トラック50台、人員400人の輸送能力、汎用護衛艦3隻分の洋上補給能力、集中治療室や手術室を含む35床の病室など、他の艦艇では、不可能な幅広い機能を、艦の大きさをフルに活かして実現している。この装備により、出雲は離島防衛における小型強襲揚陸艦として、また、場合によっては、格納庫に野戦病院を設置できるため、小型病院船としても機能する。出雲は、海自発の航空母艦に改装されたが、収益前から空母化の噂があり、特に、格納庫と飛行甲板を結ぶエレベーターが F-35B ステルス戦闘機を搭載できる大きさだったことから、様々な憶測を呼んだ。先に浸水したヘリ空母ヒューガは、軽空母を保有するための足がかりと見さされていたことから、まずはヘリ空母として建造し、国内世論や近隣諸国の反応を考慮しながら、およそ30年の耐用年数の範囲内でアップグレードするつもりだったのだろう。しかし、中国海軍の急速な軍事強化が目立ち、空母改造は当初の予定よりもかなり早く実施され、出雲の就役からわずか3年後の2018年、F-35B 搭載のためのアップグレードが決定された。そして、正式に空母となった後、出雲は主に次の4つの改造を受けた。1、F-35B 戦闘機が発する熱を考慮して、甲板の耐熱性を強化に、夜間着艦に必要な誘導灯の設置3、台形の船首を長方形へと変更4、空母の運用に適したレイアウトにするため、艦内区画を変更。このように、漫画、空母息吹に登場するジャンプデッキは、ソナーのある艦首の重量が増すと、全体のバランスに影響するため、空母舵には設置されなかった。A 空母クイーンエリザベスでは、航空機の離陸を補助するためにジャンプデッキが使用されているが、その大きさが邪魔をして駐機スペースが狭くなっている。米海軍のアメリカ級強襲揚陸艦が出雲とほぼ同じ全長で艦首が長方形で、ジャンプ台は採用していないが、同じ F-35B を搭載していることを考えると、海上自衛隊は同盟国であるアメリカから空母戦闘技術を学び、同国の揚陸艦を参考にしていると推測できる。出雲の空母化の改修は2025年までに完了する予定で、関西機 F-35B は2024年から宮崎県の新田原基地に配備され、合計42機が調達される。F-35B の搭載機数については、単独では最大15機まで搭載可能だが、戦闘機以外にも哨戒ヘリなどを搭載する必要があり、実際には、任務に応じて、各艦の搭載機数は増減する。また、水平線の関係で、水上艦のレーダーでは、同型の艦船を探知することが難しいため、早期警戒機 AEW の支援が必要となる。そのため、米海軍の原子力空母には、固定翼の E2 警戒機が、イギリスのクイーン・エリザベスには、早期警戒ヘリコプターが搭載されている。しかし、出雲には AEW について言及されていないため、正確な役割は不明だが、次の3つの可能性が考えられる。1、陸上基地から運用される航空自衛隊の早期警戒管制機 AWACS に頼るに、英国空母に搭載されているような早期警戒ヘリコプターを、導入3、V-22 オスプレイの早期警戒型である EV-22 の導入。ちなみに、空母、息吹は艦載型 AEW を使用していないようで、先ほどの1で述べたように航空自衛隊に依存しているようだが、現代戦の勝敗を分ける冗長な早期警戒能力を提供するためには、やはり、独自の AEW が必要不可欠である。残りの選択肢として、V-22 オスプレイは、出雲で問題なく運用できるが、
肝心の EV-22 は開発すら始まっていないため、現時点では2番目の早期警戒ヘリコプターが最も現実的な選択肢となる。F-35B を搭載したリズモ型は、軽空母や護衛空母の仲間入りをし、南西諸島海域での航空戦力の展開や、有事の際の大東諸島から、小笠原諸島海域での防衛空白地帯において、重要な役割を果たすことになる。一方、海上自衛隊の悲願である初の空母は、運用面で言うと初の連続であり、中国海軍の空母、遼寧と同様、将来の次期空母建造に向けた技術蓄積のための練習空母でもある。大隅型空母以来、着実に空母保有への布石を打ってきた海上自衛隊は、空母、出雲や加賀の改善点を見出した上で、状況に応じて次期空母のプログラムを検討するに違いない。しかし、人員不足が深刻な海上自衛隊が、より成熟した空母を運用できるかは疑問であり、限られた人員と予算を有効に使うのであれば、潜水艦や多目的フリゲート艦の数を増やした方がいいだろう。いずれにしても、当面は、出雲型空母のノウハウが蓄積される中で、本格的な空母導入の是非を十分に議論すべきである。出雲加賀は、今や、海上自衛隊のシンボルとされ、練習空母としての役割に加え、南シナ海やインド洋にローテーションで派遣され、日本のプレゼンスを示す外交的役割も担っている。戦後初の日本の空母として、南シナ海やインド洋を航行しながら、米国、豪州、インドと共同訓練を行う意義は計り知れず、中国を含む近隣地域への情報伝達という、他の護衛艦にはない役割を担っている。旧日本海軍の時代を受け継ぐ海上自衛隊にとって、空母の保有は長年の夢であり、2009年3月に就役したヒューガ型空母の登場は、その夢の実現に向けた重要な一歩であった。ヒューガ型は、出雲型よりも、やや小型で影に隠れがちな面もあるが、本格的な空母となれば、F-35B 戦闘機の数だけ、哨戒ヘリの搭載数が減るため、対潜哨戒能力という意味でのヒューガ型の存在感は、今後、ますます重要になるだろう。中国の原子力潜水艦が台湾海峡で沈んだとの話を最近多く目にしています。日本の処理水問題は原子力潜水艦事故の目をそらすなんて話も出てきています。追跡して調べていきますね。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうですが、どこがそんなにすごいのでしょう？それを見ていきたいと思います。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海上自衛隊の最新鋭潜水艦を、竜の引き渡し式が行われました。オウリュウは、広島の5基地を母港とする、そう、竜型潜水艦の11番艦です。広大な日本の領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。5といえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅にの舞台も5でした。戦艦ヤマトの勇士が呉港に浮かぶシーンもありましたね。そういえば、太平洋戦争末期、アメリカは、本当は軍港である呉に原爆を落とす計画だったそうです。しかし、天候の問題で広島に落としたのだと言われています。
オウリュウのデータを紹介しましょう。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数のビッグサイズと言われるほどの規模なのです。そう、U型潜水艦のエンジンですが、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式を採用していました。しかし、11番艦オウリュウ波ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式の併用となりました。かなり大きな変更があったということになります。ここで気になるのがオウリュウの速力です。公表値は水上で13ノット、水中で20ノットなので、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないことに気がついた方もいますよね。言うまでもなく、現在の潜水艦という兵器の位置づけは最重要軍事機密に該当します。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されるような正しい数値を公表するわけはありません。つまり、あえて従来艦と違いの少ない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦オウリュウだけでなく、従来の双竜型に関しても、連続潜航可能時間や、最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は、極秘事項として一切開示していないのです。厳重機密ということが明白ですね。言うまでもなく、潜水艦のデータを隠しているのは一言なく、世界的にも同じ傾向です。となると、オウリュウの公表値水中速力は20ノットですが、実速度とは全然違うのではないかと推測する人も多いそうですが、当然といえば当然ですね。データを隠したり、ごまかす理由は、水中速度と連続潜航可能時間が分かれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう恐れがあるからです。発見されることなく、隠密行動をとる潜水艦の活動範囲は、絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦は、絶対に秘密にしておくべき情報です。では原潜なら大丈夫なのか?ということですが、実は、原子力推進型潜水艦は、機関部分だけを考えると、理論上、ほぼ無限に連続航行できるのです。原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識です。ですから、原潜は通常型とは逆に隠す必要がないので、隠したとしても、バレバレで意味なしと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には、原潜でも、それを動かす人間、乗組員は艦内で生活していますから、食料など物資の補給はどうしても必要です。また、狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていかなければならない人間の精神面の課題なども様々あるでしょう。つまり、原潜自体は動き続けるとしても、中にいる人間にとっては、その中での長期にわたる生活は困難が伴うものと考えられます。話をオウリュウに戻します。鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用しているので、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは考えられません。瞬間的なパワーなら原子力推進型に遜色ないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦にメリットが多いのは確かでしょう。だからこそ、アメリカやイギリスなどのように保有している潜水艦のすべてが、原潜である国々が軍事力では優位ということは明らかです。確かに、建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を無視すれば、原子力推進型は一番パワーがありますし、これに勝てる機関は今現在は存在しないとも思われますから、無敵と言えましょう。ちょっと飛躍した例えですが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関、人類の敵とされる人が体内に持っている永久機関のようなものと考えられます。つまり、無限に近いエネルギーを発生できる仕組みと考えていいでしょう。永久機関については、古くから作りたいとか、
作られたが壊されたなど様々噂されてきましたが、はっきりと発明されたとは公表されていないようです。最近は永久機関という言葉もほとんど目にしなくなりましたが、永遠はないと考えた人類は永久機関を考えることを止めたのでしょうか。原子力推進型か通常動力型かに関係なく、潜水艦の性能の優先事項になるのは最大潜航深度と言われています。どれぐらい深く潜れるかが、敵のソナーから逃れられるポイントと言えましょう。当たり前のことですが、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難でしょう。つまり、敵のソナーより深く潜ることができれば有利というわけです。要するに、敵より深い位置にいたら、下から敵を攻撃できるんですからね。あるいは、実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が、同じ海中、ごく近くに潜んでいるのかもしれないという不安を感じさせるだけで十分なのです。もし、敵の潜水艦がいたら、自分たちに危険が迫るわけですから、その場から離れるなど、水上艦艇の行動は、かなり制限をかけることができるはずです。敵の捜索行動を牽制する力があるのは言わずともわかりますね。船体に使われている素材の強度から見て、防流波約 600m 以上の深度まで潜航可能ではないかとも推測されています。中国海軍潜水艦の深度が約 300m ということですから、それが事実なら、防流がかなり優位とも思えますね。しかし、部隊と想定されるのは、水深の深い太平洋ではなく、水深の浅い東シナ海や南シナ海です。ここを、中国海軍との対潜水艦船の主戦場と仮定した場合、防流ではオーバースペックではという指摘もあるそうです。簡単に言うと、防流をここに投入するのは、もったいないということなのでしょうか？ライオンは、ウサギを仕留めるにも全力を出すという言葉があります。強力な兵器を出し惜しみしてチャンスを逃しては元も子もないと感じます。太平洋戦争末期の戦艦ヤマトの例を思い出してしまうのは筆者だけでしょうか？潜航深度以外にも日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由はもう一つ静粛性です。視界が悪い深い海中では潜水艦の動きは音で判断するしかありません。となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が有利なのは自明の理ですよね。防流は通常動力型潜水艦ですが、原子力推進型より構造的に優れているポイントを極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持つ潜水艦になったというのです。中国潜水艦浮上事件が防流の静粛性の証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に中国海軍潜水艦が突然浮上したのです。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が浮上したことで大騒ぎになりました。尖閣諸島付近の海中でこそこそ活動していた中国潜水艦を発見し、空自と海自が必要に追跡し、相手覇王竜からは逃げられないと判断して、しぶしぶ浮上したのが真相だろうと見られています。要するに、追跡されるまで中国側が気づかなかったということですね。防流の静粛性の凄さを痛感したのではないでしょうか。中国海軍原潜には、数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して、防流は世界最高水準の潜水艦であると断言しても間違いないでしょう。日本は次期戦闘機開発に着手していますが、新進のテスト飛行終了後話が二転三転する結末。
次々機戦闘機を準国産開発するために、現在、イギリスとイタリアとの共同開発計画に参加している。今回は、その3カ国共同開発での XF9 エンジンが使用されるのか、詳しく深掘りしていきますね。F3 戦闘機開発は、加速され非凡に導入されるのか、F35 戦闘機でも、かなりの開発期間がかかっていますし、やっぱり X2 新進を量産化して航空自衛隊に導入する方が早いような気がするのは私だけ。新進をちょっと大きくして格納部分を増やすと世界最強になるかな。タイトルに関するネット上の意見あれこれを紹介したいと思います。残念ながら使われないよ。日本がイギリスと組んだ時点で、あっちのロールス・ロイス社製エンジンで決定。石川島播磨重工のエンジンで間に合わせるっていうなら、テンペストは、ドックの昔に、FCAS、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システム、フューチャー、コンバット、エアー、システムに統合されて、フランスのスネクマ社のエンジンを搭載してるはず。すでに予算がついているなんて、当然のことを書いてますけど、そりゃ予算はつくでしょうよ。国会を通ったんだから。F3 戦闘機については、エンジンは、ロールス・ロイス社が主幹になってるから、日本は、圧縮機とか、肝でないエンジン部分の開発や生産を任されるんじゃないか。日本向け以外の F3 には、ロールス・ロイス社が責任者になっているエンジンが採用されるのは間違いないね。日本向け F3 には、オプションとして、石張が作ったエンジンを乗せるかもね。日本が、どうしても国産エンジンじゃなきゃと主張したら、日本用の F3 だけならできるんじゃないかと思います。でも、そうなったら、ロールス・ロイス社のエンジンに石張は絡めなくなるでしょうね。つまり、イギリス向けやイタリア向けだけではなく、将来的に F3 戦闘機が輸出されるとしても、日本の石張は、蚊帳の外ということになっちゃうんですね。EJ200 のタービン温度が 1550°C という数字はデビュー当時のもの。勝った。って思うけど、そこで喜んでちゃ、お気楽すぎだよ。日本の IHI、石川島播磨重工にタービンブレードを作らせたら即解決じゃん。国際開発の中で低中圧のタービンブレードなら作れるというので、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗という低たらく。同じ国として、日本メーカーがその尻を拭くのは当然だろう。ロールス・ロイス社は、トレントエンジンでも高圧タービンは手放さなかった。しかも、高圧タービンは、低中圧タービンよりずっと難しかったのに、ロールス・ロイス社は問題を起こさなかったよ。ロールス・ロイスは発表していないから、具体的温度はわからない。でも、EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は、EJ200 より、出力 30% 割増し。当然、バックには、ハイスピードなテクノロジーの進歩があるんだろう。1550°C という温度は、1980年代半ばの EJ200 が開発された頃に叩き出した数字だよ。それから40年も経っているんだけどね。日本製エンジンは使われないでしょう。エンジンは実績が重要。昔よりコンピューターが進化して、今は、正確なシミュレーションができるようになったけど、やっぱり実際に使ってみないとわからない不具合はたくさんある。実績が全くないエンジンを戦闘機に採用するなんて、賭けですよね。予算がついたから国産で、となるとは限りません。今までのように、日本は、大金を出して完成品を買うことになるでしょう。もし国産にするのなら、入札か随意契約でとなるだろうし、結果は公示されるから確実にわかるはず。日本製エンジン、当然使われるでしょ。日本では、もう、次期、戦闘機エンジンの製造と、機体設計に、とっくに予算がついてるんです。軍事に関する限り、ニュースでも、利権が絡んだリークや、観測気球みたいな記事が、すごくいっぱい出るよね。ヨーロッパのサッカー選手の移籍とか、サッカー代表監督なんかは、代理人が有利な契約ができるようにあることないこと、自分側に、いい情報を流すけど、軍事は動くお金もどでかいせいなんでしょうね。そういう関係のニュースの精度はひどい。こういう嘘に惑わされない方がいいです。
日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで日本の IHI と契約締結されてます。予算を紹介してあげると、2021年度は、次期戦闘機用エンジンシステムその1で、契約相手は IHI で契約金額は158億円。2022年度は、同じくその2のエンジンシステムで、相手方は、やっぱり IHI、契約金額は164億円です。これが、次期戦闘機エンジン設計予算から出てるのでちゃんとわかります。IHI が設計したエンジンを次は製造するわけですね。ロールスロイスのエンジンなんて影も形もありませんよ。日本は IHI が設計まで契約済み。今年度は製造にかかるわけです。IHI 以外にどの企業が IHI が設計したエンジンを製造するというんですか？イギリスは2027年に EJ200 の実証機を飛ばしてみたらいいんじゃないでしょうか。エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は XF91 の段階で摂氏1800度 C 以上を叩き出したんだけど、 EJ200 戦闘機のは摂氏1550度 C くらいじゃないですか。それでどうやったら間に合うって思えるんだろう。日本向けの F3 戦闘機には日本のエンジンを乗せるってことで納得してるんですね。イギリス向けもイタリア向けも、それぞれ自分の国の企業に金を落としたいだろうから、ロールスロイス社は自前のエンジンをつけられるならやっぱりつけたいでしょうね。となったら、日本のエンジンのライセンス生産にするとか、タービンブレードとか一部のネックになる部分は日本に作ってもらうかの二択でしょうね。EJ200 のタービン入り口温度って今は一体何度なんだ？ロールスロイス社は旅客機用のトレントエンジンでも爆発事故とか破損事故とか起きてるんだけど、知らないのかな？解決策として日本の IHI にタービンブレード作ってもらってるわけなんだけど、あんまり知られてないのか。日本の IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度はなんと 1800°C。 じゃあ EJ200 って何度なんですかね。イギリスで2027年に飛行させる実証機をEJ200 たす SG インテークで行うって発表があったからでしょうね。日本は製造しようかととっくに提案してるのに、 XF9K 以外のエンジンで一体何があるんですか。イギリスには EJ200 しかないですよね。XG240 戦闘機も実験中という話が聞こえてきたけど、全情報出てこないんですけど。何回も言うけど、EJ260 だってドライ8トン、AB13 トンの非力なエンジンじゃないか。次期戦闘機どうやって飛ばすつもりなんだよ。タービン入り口温度って、ジェットエンジンの推力を増やすボトルネックなんだってさ。だから、そこが何度まで耐えられるのかって質問なんです。さっぱり、数字で答えが出てこないんですけど。ごまかしてる？イギリスで2027年に飛ばすと言ってる実証機は EJ200 戦闘機。だからバカにしてるんじゃない？トレントエンジンのタービンブレードって、ロールスロイス社が作ったものだった。要するに、ロールスロイス社が自力で問題解決できなかったから、IHI が解決してあげんたでしょ。だけどそれをごまかしてません。何の印象操作しようとしてるんですか？そんなに一生懸命になって。高圧タービンは手放してませんって言い張るけど、中低圧で不具合出したのに、ロールスロイスは自分たちで解決できなかったよね。1550°C ならロールスロイスでもできるだろうけど、1800°C 以上になったら素材技術がある国じゃないと作るのは無理でしょ。全くと言って良いほど情報は出てこないんだけど、XG240 はテストを続けているみたい。一応は、日本から高温に耐えられるタービンブレードのテクノロジーを教えてもらっちゃったのかも。どうしたって、日本で次期戦闘機を使い始めるスケジュールには間に合わないんだけどね。イギリス国内向け戦闘機は、自国が作ったエンジン使うだろうから、X240 エンジンにするかもしれないけど。間に合うならねの話だけど。
レールガンは、日本政府が開発を急いでいる武器の一つですが、一体どんな兵器なのでしょう？今回は、レールガン開発がどこまで進んでいるのかが主題です。日本では、発電力もかなり向上し、総合的なレールガン稼働システムが構築できる技術が生まれています。一度開発し、トライアンドエラーで小型化、人が使うまでできればいいけどな。2022年になってからというもの、北朝鮮は超音速弾道ミサイルとみられる物体の発射を繰り返しています。食糧援助を訴えていたこともあったのに、軍事費は潤沢なようですね。この飛翔体への対抗手段となるべく、レールガンの研究開発費が2022年度防衛予算に計上されました。実は、1月12日に、BS 日テレで、真相ニュースという番組が放送されたのですが、その中で話題とされたのです。番組の中では、小野寺御殿元防衛省と大原凡司笹川平和財団上席研究員の対談が行われ、レールガンの実力と可能性、そして今後の課題などが話題になりました。改めてレールガンについて説明します。電磁砲とも呼ばれ、次世代兵器とみなされる兵器ですが、火薬を使わずに、2本の通電性の高いレールに高電力を流し、磁場を発生させることによって、レールに乗せた弾体を射出する仕組みです。このレールガンは、試作段階で 200km 以上の長距離射撃が可能で、理論上は、火薬で発射する銃砲や、燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べると、経費もかからず、しかも連射可能と見られるので、飽和的ミサイル攻撃へも対処できるのではと期待される兵器と考えられています。花火がわかりやすい例ですが、雨が降ったら火薬は使えませんから、火薬を使わずに発射できるというのは確かに効率的でしょうね。防衛省がこれまでに試作したレールガンでの発射試験結果によると、発射初速は2300m/秒。およそマッハ6が観測されたということです。戦車砲の発射初速は、1700から1800m/秒と言われますが、それを軽く上回っています。防衛省の構想では、中国、ロシア、北朝鮮が、急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾への対抗手段になり得ると期待しているようです。前での真相ニュースの番組中では、キャスターから様々な質問がありました。レールガンを開発するメリットは何か？小原上席研究員は、弾体を非常に高スピードで遠くのターゲットに命中できると考えている。ミサイルなどに弾体が到達するまでの時間も短く、連射も可能ということだと答えた上で、アメリカ軍の地上試験では、射程 370km という報告があったこと、連射性能向上の可能性についても述べました。また、弾体に火薬を入れて爆発させなくても、高スピードによる破壊力が期待できるという発言もありました。強力な磁場を発生させるための装置は必要か？という質問に対しては、先行国アメリカが10年間開発を続けてうまくいかなかった理由として、高電力を出せる電源装置開発が難しかった。特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置開発が難しかったためではないかと指摘しました。現状、レールガンが艦載可能な艦艇として例示したのは、統合電源システム IPS を備えているズムボルト級駆逐艦でした。IPS は、大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムで、レールガンの発射は可能と思われます。高電力が必要なため、他の電子装置が使用不可能になってしまうのだ。
在は、発射されたミサイルを撃ち落とすため、非常に高価な迎撃ミサイルを使っているが、安価で連射可能なレールガンをどう評価しているかというものに小野寺氏は、2012年平成24年に、初めて防衛大臣に就任した時からレールガンについては理解していた。多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うように指示を出したと明かしました。2017年平成29年防衛省に再任した時は、レールガンの試作機が製作過程だったが、かなりの高スペックを持っていることは感じていた。そして、自分は自民党内の防衛大綱を議論するワーキングチーム座長という立場もあって、レールガンの性能向上のための予算計上も応援している、小原研究員と同じく、日本が持つ先端的電気関連システム研究に大きな期待を寄せている、陸上配備で対応可能と思われるが、専守防衛の観点からすれば飛来するミサイルを撃ち落とすには航空機へ搭載することも視野に入れつつ、レールガンは日本にとって必要な装備であると考えているという認識を示しました。また、番組内では、レールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的に起動すると推測される、極超音速誘導弾迎撃に本当に有効なのかといった多くの疑問が投げかけられました。今後巨額に膨らんでいくと思われる研究開発費などについても、当然、遠慮なく、両氏に、鋭い質問が飛びました。研究員も、実用化についての一番、大きな問題が、電源問題と認識しているようです。常に電源を確保できる状態でなければ、蓄電池などの装備が必要になります。その場合、放電後の蓄電に時間がかかるので、連射はできないと指摘しました。とはいえ、電源システムや蓄電池技術に関しては、日本は世界でもトップクラスなので、将来的に、レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったとしたら、電源システムで、日本の優位性をフルに活用すべきとのことでした。心配される、極超音速ミサイルの変則軌道への対応では、小野寺氏は、レールガン一つだけで防衛システムを構築するのではなく、イージスシステムなど現在あるシステムと複合的に防衛にあたる、レールガンを含めて飛来するターゲットに照準を合わせて的中させるという発想ではなく、近距離で炸裂させ、ターゲットに被害を与えるなどの様々な可能性を研究すべきだろう。それはまだ始まったばかりと話しました。小原研究員は、極超音速ミサイルは、スピードが上がるほど運動性が低下する、高度を下げると、空気抵抗によってスピードが下がることから、変則軌道を取れるのは、空気の薄い高高度にある時だけで、ターゲットに接近して高度が下がると低速になり、いずれまっすぐ落ちてくるので、それを待ってレールガンを連射して迎撃できれば、相手が超音速でも撃墜は可能と語りました。レールガン開発はかなり前から始まったようです。60年前の1960年代から構想はあったそうですが、本格的に始動したのはここ10年ほどなので、その実現性を疑問視する意見もあるようです。しかし、小野寺氏は、防衛省幹部のレールガンへの期待と情熱を感じたり、対艦攻撃への活用という構想もあるので、実現の可能性は高いと考えているようです。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までには、テストを終えて実用化されるかどうかに注目したいと述べました。小原研究員は、2028年までに開発が終わるというのは、かなりのハイスピードということになる。日本がこういったハイスピードで技術開発を進められる底力を世界へ見せつけることで抑止力を高め、日本が主体的にアメリカと共同開発を進めていくことで、
中国の日本には主体性がないという見方を変えさせることができると語りました。日本が今後革新的技術をさらに高めてゲームチェンジャー的なものを開発できるようになったら、日本へ手出しすることをためらうようになり、戦争を起こさないことにつながっていくだろうと推測しているようです。